皆さんこんにちは。こんにちは。幸福全頭佐賀の中島徹とアシスタントの真名子泉です。どうぞよろしくお願いいたします。前回引き続きですね、このコーヒーブレイクという幸福の科学出版が出ています、書籍を参考にしながら今日もお届けしたいと思います。お願いします。今日のテーマはですね、落ち込んだ気分を明るくするちょっとした工夫ということで、お伝えしたいなと思います。まず、落ち込んだ気分を明るくするってことですけれども、ちょうど今ですね、コロナショックの後、緊急事態宣言が、一応解除されてですね、仕事に今本格的に取り組まれていると思うんですけども、そういった中で多分、調子よくいく部分、それかへこむ部分というのが今多分あると思うんですけれども、この落ち込んだ部分ですね、な時に、その気分をどう変えていくかっていうことが結構、今大事かなというふうに思うんですよね。で、私の体験談としては、そういう調子が悪い、こう落ち込んだ時に、できる方法としてはですね、例えば私だったら服装をちょっと変えてみる、明るい服装にちょっと変えてみたり、それから、よく私はネクタイをつけるんですけども、ネクタイの色をですね、本当に明るい色に変えてみるっていうだけでもですね、結構気分が変わったりするんですね。不思議なものでですね。そうか。よく、心理学者の方なんかも言われるんですけども、ネガティブな時には、そういうこうアクセントをつけてポジティブに見せると。そっか、のが大事っていうふうに言われるんですよね。だからなんかこの人いいことあったんじゃないかって思わせるぐらい、見た目をですね、明るくしてみるっていうのも一つ方法かなというふうに思いますね。そうですね。あと、普段は例えばラーメン屋さんに行ったりとかいうことでね、いうことも多いんですけども、ちょっとでこういうその落ち込んだ時こそ、高級料理店なんかに行ってみてね、ちょっと高級感を体内に取り入れてみるということだったり、ブランドのお店なんかにね、ちょっと顔出してみたり、ウィンドウショッピングでもいいので、そういうところに見て、こうブランドから出るオーラみたいなのをちょっと感じ取ってみるとか、いうことも一つ気分転換にはなるかなというふうに思いますね。まなごさんはどうですか、そういう落ち込んだ時なんかの工夫っていうのはあられますか？そうですね、お洋服だったら、いつも T シャツにデニムだったりするけど、たまにはこうブラウス、かわいいブラウス着たり、スカート履いて出かけてみたりとかします。服装ちょっと変えてみるってことですね。あと、髪型も時々変えるし、一番こう気分が変わるのがお菓子を作ってる時。お菓子、そうですか。お菓子を作ってるとすごいなんか幸せな気分になります。お菓子作りって結構大変だって聞きますけど。そうなんですよ、大変なんですよ本当に。グラム単位で測ったりする。そうなんですか。パンも本当にグラム単位とかでします。でもその落ち込んだ時でもそういうのにこうハマるっていうか、集中すると気分が変わる。そう気分転換になるのかな。なるほどですね、そういうのをお持ちだということですね。今ね話していただきましたけれども、まずこう身の回りのですね、手近なところでですね、少しこうアクセントをつけてみるっていうことでですね、この明るさが取り戻せるっていうことありますよね。そうですね。そしてこういったささやかなことをきっかけとして、こう人生が大きく開けていくっていうこともありますので、そうか。から、ちょっとした工夫であったとしてもですね、こういったものが、本当に大きく後々影響してくることもあります。気分をずっと落ち込んでちゃダメだってことですね。そう。ずっと気分を変えて、そうですね。明るくやっていくってことですね。そうですね。そういうことに何か今日の話が、参考になればいいなというふうに思いますね。ということで、今日は落ち込んだ気分を明るくするちょっとした工夫についてお届けさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、あなたと共に、I'm fine。次回お楽しみに。